12月16日午前0時、日本時間午前9時までに調べたウクライナの戦況です。まずは、注目したい事柄です。ロシア軍は、スーミ州、ハルキウ州の国境地帯で、国境を越えて攻撃、挑発を行っては自国領土に逃げ帰る、という戦法を繰り返しており、15日は特に多かったようです。これは、この方面のウクライナ軍を他の地域に移動させないように、ウクライナ軍を誘引するための行動です。ロシア軍は、ウクライナ軍が分散されるように仕向けているわけですが、ウクライナ軍は開戦以来、郷土防衛隊、国境警備隊などを充足しており、特に郷土防衛隊は、開戦直後の訓練も何もない、集団ではなくなっています。ウクライナ軍は常備軍に、予備役軍からなる正規軍を、作戦正面に投入したり、重要防御拠点の防衛に、当てたりしています。マリンカでは、激しい戦闘が続いていますが、ロシア側の映像が手に入りました。この映像は、廃墟となった市街地に侵入したロシア軍戦車が、怪しいとか、動きがあった者に対して、砲撃と機関銃攻撃を行っています。マリンカ入植地の廃墟を移動するロシアの戦車の映像です。2022年2月のロシア侵攻以前、ここには9089人が住んでいました。米国防総省のライダー報道官は15日の記者会見で、ウクライナ軍に対する米国の訓練の拡大を明らかにしました。来年1月から毎月約500人のウクライナ兵を対象に、米陸軍の訓練司令部がドイツで訓練を実施するとのことです。これまで米国は前線から離れたロシアの弾薬倉庫や司令拠点の攻撃のため、ハイマースなど米国が提供する装備の訓練に力を入れてきましたが、今後はウクライナ軍が効果的に動けるように、より高度な集団訓練を提供する見込みです。ブルームバーグによると、NATO はロシアがウクライナで使用した無人機や巡航ミサイルなどの脅威と戦うために、航空及びミサイル防御を強化する方法を検討しています。ということで、あまりにも弱すぎる NATO 防空網の強化に乗り出すようです。無人機の登場により、かなりの低空まで監視対象としないといけなくなってきており、超低空、低空、中空、航空、宇宙まで監視が必要になります。また、迎撃システムも複数の能力を持つミサイルや射撃管制装置のネットワーク化により、統合される必要があります。かなりの金額を投じて整備することになるのではないでしょうか。日本も多層構造型の統合ミサイル防衛網の構築は
必要と考えているようですが、まだたくさん穴があります。検討の余地があります。それでは、各地域別の戦況です。オスキル川クピャンスク方面、ルハンシク州ではタビルジャンカ付近にロシア軍の偵察隊らしき小部隊が現れていますが、この部隊はウクライナ軍により撃退されています。オスキル川ボロバ方面、ロシア軍のノボシェリフスクへの攻撃は続いていますが、ウクライナ参謀本部はウクライナ軍が撃退したと報告しています。ルハンシク地域の弾薬倉庫で爆発がありました。映像がありますのでご覧ください。爆発の音がする前から暗闇の中でカメラの方向が定まっているので、事前に爆発を知っていた人が撮ったカメラだと思います。ロシア軍の弾薬がまた燃えました。クレミンナ方面、ウクライナ軍参謀本部によると、チェルボノポピフカに対するロシア軍の攻撃は失敗に終わり、ロシア軍は撤退しています。東部リシチャンスク方面、セレブリアンカとビロホリフカ周辺のウクライナ軍陣地に対するロシア軍の攻撃は15日も失敗に終わり、撃退されています。ロシア軍はドネツク州のビロホリフカへも攻勢をかけていますが、こちらもウクライナ軍により撃退されています。東部バクムット、アルチェモスク方面、ソルダー、バクムツクでは市街戦が続いていますが、ウクライナ軍守備隊の抵抗によりロシア軍は前進できていません。バクムットへの攻撃は15日もすべて撃退されています。クリュミフカでは運河の橋をめぐる攻防が続いています。この日はロシア軍をウクライナ軍が撃退しています。東部ドネツク市方面、北側、ウクライナ軍参謀本部によると、ネベルスクに対するロシア軍の攻撃は失敗に終わり、ロシア軍は撤退しています。東部ドネツク市方面、南側、ロシア軍は15日もマリンカに対して攻撃を仕掛けていますが、ウクライナ軍は抵抗し続けています。15日ロシア軍はポビエダにも攻撃を仕掛けてきましたが、ウクライナ軍により撃退されています。さらにロシア軍はノボミハイリフカにも攻撃を仕掛けてきましたが、この攻撃もウクライナ軍により撃退されています。南部ザボリージャ方面、南部ヘルソン州方面、この方面では大きな動きはありませんでした。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。
コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。